じゃあ本日もですね、全対戦カードと見どころをここでご紹介させていただきたいと思います。第1試合です。 MMA ルール2軍3ラウンド吉田博隆対曽谷義行。これ初めての総合格闘技ルール、昨年の、12月から、こちら TFC 六本木、オープンしました。そこから、こちらの大会が始まってるんですけども、今まで、グラップリング、組み技のルール、そしてキックボクシングあったんですけども、両方をミックスした、ミックスとマーシャルアーツ、MMA は本日初ということで、楽しみですね。これはね、ちょっと楽しみですよ。本当にね、あの年末のライジンのような激闘が、また今日毎週見れる。毎週見れるんですよ。僕は本当にね、あのプロレスもね、鏡の中で見て面白いんですけども、グラップリング、立ち技、今日も MMA やるということで、格闘技の会場としてこれね、今後すごい大爆発する可能性ありますね。ここでやっぱりね、試合をしたいという方の問い合わせも今結構来てるみたいで、ずっとしてるみたいで、はい、いやこれ楽しみでございます。これ、昨日ね、曽谷選手はグラップリングマッチドスコイ選手とやりまして、3ラウンドね、引き分けだったんですよ。いい試合でしたね。これはね、本当に一番近くで、裁かれて、どうでしたか、曽谷選手のなんか印象など。いや、動きいいですね。1ラウンドちょっとね、危ないなっていう、場面もあったんですけど、フロントチョークで、それをしのいで、体重差、10キロ軽かったんですよ、曽谷選手は。で、不利だったんですけども、その体重差乗り越えて、2ラウンド目はね、完全にこれ、曽谷選手のね、ラウンドだったかなと思うんですけども、で、3ラウンド目はもう両者譲らずという、本当に素晴らしい。ちょっと昨日ね、フルラウンドの試合をやって、今日のその翌日にこのまた MMA をやるっていうのはね、結構体力的にきついとは思うんですけど、そしてまたもうね、吉田選手もね、やっぱりグラップリングキックとね、この TFC-TPP ファイトで素晴らしい、名勝負をたくさん見せていただいてるんですけども、もともとは、キックが、やられてるということで打撃が得意なので、吉田選手とすれば、MMA ルールサブミッションでの決着もあるルールなんですけども、打撃で仕留めたいなと、語っておりました。ぜひね、この初の MMA ルール、ちょっとぜひね、試合前のインタビューをさせていただきたいと思います。それではまずは吉田選手から。吉田選手、MMA ルール、この TFC-TPP ファイトでは初なんですけど、今までこの MMA ルールでの試合は何試合くらいやられてるんですか？ないですね。あ、じゃあ今日は完全に、ただ、いろいろこう社会経験豊富なんで、裏ではやってるんで。なるほど。公式試合はないけど、そんな感じです。なるほど。路上での MMA はあるけど、ルールの中での、MMA は今日初めてです。初めてですね。いやちょっと昨日ね、曽谷選手、ドスコイ選手と本当に素晴らしいグラップリングで、3ラウンド引き分けの試合があったんですけども、そこまでデータとかは頭の中に入ってないですか、こういう選手っていうのは。でも一応面識のある選手があるんで、でももう攻略法は見えてるんで。なるほど、今日足引きずって帰っていくんじゃないかっていう。なるほど。じゃあキーワードは打撃かもしれないという。打撃、そうですね。なるほど。じゃあそのあたりですね、注目したいと思います。この後よろしくお願いします。それでは続きまして、曽谷選手にですね、インタビューしたいと思います。曽谷選手、昨日も素晴らしい勝負お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。今日はね、2日目で今日は、MMA ルールということなんですけども、吉田選手とはもともと一緒に練習とかもされたことあるんですか？そうですね、もともと吉田さんは自分の部下で。なるほど。一緒に働いてたんですけど、いつもコキ使って、やってたんですけど、今日もコキ使ってやろうかなと。なるほど。今日はこの、なんていうんですか、先輩後輩、職場でのパスの先輩後輩対決で、しかも打撃ありの MMA ということで、MMA ルールは何試合かやることがあるんですか？そうですね、軽くですけど、何試合かはちらっと出て。なるほど。ちょっと先ほど、吉田選手のコメントで、今日は、曽谷選手が試合を終えたら
足を引きずって帰るんじゃないかっていう、そういう物騒なコメントもあったんですけども、今日は自分を担いで帰ってくれる人を用意してるんで、なるほど、足引きずってても、いやいや、でも昨日本当にね、素晴らしい勝負だったと思います。今日の試合もね、非常に楽しみですね。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは、ね、歌をめくりありがとうございました。ね、お二人のこの素晴らしいコメントが聞いたところで、このね、本日の第1試合が MMA ルール2分3ラウンドでございます。そして、本日のメインイベント、シングルマッチ10分1本勝負です。大和博士対鈴木慎。鈴木慎でございます、はい、鈴木慎ですね。それでは慎選手は初参戦、はい、初参戦ですね。はい、初参戦のこの花火のリングで、はい、で、慎選手はルチャスタイルが得意ということで、まあ、体ね、すごいです。フォームも、ね、もう上半身もすごい、本当にもう鍛え上げて、すごい太いんですけども、まあ、パワーファイトもできるんですけど、ルチャスタイルが非常に得意なので、大和選手もね、メキシコ、留学経験がありますから、プロレスで、そのあたりで大和選手 の、 そのルチャの一面ももしかしたら見れるんじゃないのかな。でかつてね、この六角形のリング、どういうもんですか、そういうね、六角形のリングで戦った、ね、時代もありましたけども、もしかしたらなんかそういったその六角形ならではのルチャスタイル、ジュニアヘビー級のスタイルが見れるのかなっていう、ちょっとね、第1試合の MMA ルールとはまた違ったこの華やかな ね、 そうですね、もう早いプロレスリングが、ね、はい、見れるんじゃないかと、はいはい、思います、はい、ね、じゃあ今日も全2試合でございますが、ね、皆様で盛り上がっていきたいと思います。 TSC TTT ファイト、まもなく試合開始です。本日の第1試合、MMA ルール2分3ラウンドを行います。両選手ケージイン。3ラウンドを行います。ワコナ格闘おじさん、曽谷義行。はい、アガコーナー狂気の沙汰、 YouTuber 吉田ひろたか。レフリーの金太郎。ラウンド1、さあ始まってまいりました。さあこの TFC PPB ファイト、初の MMA ルール、打撃あり、投げ技あり、締め技あり、何でもありのルールであります。さあまずはサムがバットを取る、バットを取っていく。さあしかし体重で上回る吉田博隆。さあ冷静に腰投げを狙う体勢でありますが、さあそこにはここからテイクダウン狙いたいところであります。バックでいいですよ。さあ背後からパンチを打っていく。さあバックからスリーパーか、スリーパーか、そこに。さあしかし冷静に対処してまいります。吉田目立つとは腰掛け狙いでありましょうか。さあこの金網に押し込んでいく攻防、これがこの金網の中でのリング MMA とは違う。さあバトルフィールドであります。押し込んでいく。1分経過、残り1分。さあ2分3ラウンドで争われます、この MMA ルールであります。さあ首投げの体勢。さあ相手が正解するか。さあこちらでどうぞ。そしてそこだ。さあハーフキッカー。さあ吉田は打撃狙う。さあ佐藤には距離を詰めていく。残り30秒。さあ吉田は打撃、佐藤には組んでいく展開。さあ
ここは押し込んでいく吉田博隆であります。さあしかし外にもついていく、残り10秒。さあ1ラウンド残り、さあ腰掛け少し差す、この辺り外にも腰が強いぞ。さあ片足タックルになるか、フロントで頑張っていく。第1ラウンド終了です。さあここで第1ラウンド終了であります。さあこの初の MMA ルール、やはりこのグラップリングもキックボクシングルールもそれぞれ最高なのでありますが、またこの MMA ルールの緊張感、お互いにこの第1ラウンド方向性が見えてまいりました。吉田博隆はやはり打撃カーフティックもありましたが、打撃技で狙っていく体勢、そして対する曽谷はやはり組んでいく、組んで倒してバックを取ってスリーパー狙いでやりましょうか。さあ第1ラウンドインターバル頑張りますか。セコンドアウト、セコンドアウト、ラウンド2、はい。さあ第2ラウンド始まってきました。さあ吉田が距離を詰めていく、さあ吉田とすればこの距離を取りたいところでありますが、さあ外にはさあ倒してもらいました、テイクダウン。さあガードポジション、いやハーフガードだ、ハーフガード上から、さあこの上からの打撃ファンダービジョンになります。さあしかしこの後吉田も強引に、さあプロレスでいうところのパワースラムのような形で逆に、さあサイドを取る、サイドを取る、圧をかけていくぞ。さあここから肩がもいけるぞ、今朝もいけるぞ。さあ今朝の対戦、しかし磯貝もさあ抜けてまいります、抜けてまいります。さあ今度はサイドを取っていく、金石に押し込んでいく。さあ再び今度は上志向の体勢か、さあここから何を狙っていくか、まずはじっくり押さえ込んでいく。さあ吉田博隆1分経過、残り1分。さあ今度はバックから、さあバックを取る、さあチョークスリーパーの体勢、さあ外にも腕を深いぞ。さあたすきが出よう、さあしかし外にも逆サイドを取っていく、逆サイドを取っていった。さあ素晴らしい攻防があります。さあ今度はパウンドを打っていく。さあしかし吉田もさあ足を使って抜けていくが、さあ外にとすればさあアキレスか、アキレスぐらい、さあアキレス剣。さあしかしこれは逆に吉田も冷静に、吉田とすればこれは上を取れぞ。残り30秒。さあ外には決めたいが、吉田上からさあパウンドを打って、さあボディを持ってフェイントをかけてまいります。さあパウンド、さあ吉田すれば上から狙っていくんでありましょうか。ギロチンチョークもいけるぞ。残り10秒。さあ2ラウンド残り10秒であります。 MMA ルール2分3ラウンドであります。さあ押さえ込んでいく。ここで第2ラウンド終了です。さあ2ラウンドが終了して、このラウンドはどちらかというとお互いに打撃よりも組んでいて、そして倒して、さあパウンドというこんなシーンもありましたが、さあお互いにスタンドもきつくなってきましたが、次はファイナルラウンドになります。さあ、ソタニはアクセス点型を狙いましたが、吉田は対するこれを冷静に対処に上げを取っていった。さあ、次はファイナルラウンドであります。 MMA ルール2分3ラウンド、この熱い6本ピン、この中が落ち着けば必ずこの場所格闘技のメッカとなるのでありましょう。セコンドアウト、セコンドアウト、ラストラウンド。さあ始まってまいりました、ファイナルラウンド。さあ吉田はやはりこのラウンド最初ラウンド、さあローキック、さあしかし外にもキックを放って打つぞ。さあ速いタックル、さらにタックル速いが、さあ吉田もこれを冷静に、さあ潰していくが、さあしかし外にはガードポジションであります。さあしかし下から、しかし吉田はクロスガードの体勢、さあ下から何かを狙うんでありましょうか。さあちょっと三角の体勢狙いに行くんでありますか。さあしかし外にも上からガードポジションパウンド、さあ落としたから三角、しかし吉田も警戒しているぞ。さあ下から吉田は三角狙い、外にすれば一度パスガードをしてサイドポジション、
アンドポジション、有利なポジションを取っていきたいところ。さあ、じわりじわりと吉田弘隆、そのクロスガードの足を上げていく。さあ、その足を今度は腰場のあたりに。さあ、スイープもいけるぞ。さあ、1分経過、残り1分。さあ、今度は吉田が追っていくが、サメもついていく。バックを取る、バックを取る。さあ、今度は再びガードポジションを取ってもらえる。ファンボールだ、ファンガード。さあ、ここからソナリが何を選んでやりましょうか。下から腕を取っていく。さあ、吉田弘隆。さあ、コツコツと。さあ、鉄槌で。さあ、ソナリもこれを決まっている。さあ、吉田はファンガードの体勢であります。さあ、下から残り30秒。さあ、残り30秒。さあ、下から左手だ。さあ、しかし、ソナリも、さあ、サイドポジション、なる取りたいところでありますが、さあ、残り時間短いぞ。残り10秒。さあ、残り10秒。ここはさあ、スイープ、吉田のスイープ。さあ、離さない残り時間短いぞ。ただいま試合は3ラウンド終了、ドローとなります。メインイベント、シングルマッチ10分、一本勝負を行います。ラオコーナー、165ポンド、鈴木慎。赤コーナー、185ポンド、大和ヒロシ。六本木太郎、さあ、本日のメインイベント、ゴングを待ちます。さあ、始まってまいりました、プロレスリングシングルマッチ10分一本勝負、鈴木慎対大和ヒロシであります。さあ、この鈴木慎はこの TFC PPP ファイト初参戦、初金網であります。さあ、対するはこの大和ヒロシ、 TFC PPP ファイトのもはや常連と言ってもいいでしょう。この絡みの中での戦い方はだいぶ堅実で、おっと、うまい形で倒していったテイクダウン。そして今度は消されたような体勢であります。さあ、しかし鈴木慎もこれを受けて、さあ、しかし逆に腕を取っていった大和ヒロシであります。さあ、手を取っていけ鈴木慎。さあ、片指だったのか、いや違うで、下からヘッドシダース。さあ、これを抜けていくんでありましょうか、鈴木慎。さあ、この鈴木慎にはこの倒立、この鍛え抜かれた体幹、そして首の筋肉が乗せる技。さあ、そして今度はリバースのテキサスクローバーのような大成功のダブルネックロック。
さあ、この鈴木シーン、この上半身、下半身と筋肉が泳いで鍛えておりますが、ルチャスタイルを得意としている。さあ、対する山口博士もメキシコ、プロレス留学経験があります。さあ、両者が組み合っていて、さあ、山本のアームドロップ、サイクロンホイップ投げてまいります。さあ、鈴木慎吾、さあ、体を掴んでいられないかというアピールであります。さあ、お互いにポルトガル語での会話か。さあ、ヤマトが速い動き。さあ、しかし鈴木慎吾、アームドロップ、サイクロンホイップ、今度は飛びついての、さあ、見事な流れってもらいます。バックルも素晴らしいぞ。この2人の何かポテンシャルの高さが早くも会話のことができました。さあ、今度はスタッフィング。あとは一本ガードの体勢で投げを打ってまいります。さあ、今度は上の高を引いて鈴木慎吾やります。さあ、今度は鈴木慎吾のクロアの体勢。さあ、この鈴木慎吾、さあ、サバソーサコミ。さあ、メキシコリオの戦争がジャブを試みております鈴木慎吾。さあ、今度は腕を固めていく。おっと、これもブリッジを使ってのブリワンアームロック。おっと、これは体重をかけにいった。さあ、これは珍しい腕のテクニックであります。さあ、しかし4番今度はボディのパンチ。さあ、フライングワイヤーから後頭部にドロップキッカー。さあ、ヤマトが腕を取って、さあ、スナップミーヤー。さあ、顎を固めてもらうぞ。チームロック、ヤマト気持ち。さあ、ヤマトが真の腹を固めていく。さあ、この棚上のリングはロープエスケープありません。さあ、鈴木慎吾はこれ自力で外すしかない。さあ、ヤマトが自ら技を放って棚上にぶつけてまいります。さあ、さあ、鈴木慎吾、金網の攻撃でダメージを負った模様であります。さあ、山田は勝てないエルボー、ノーキングのエルボー。鈴木慎吾、さあ、鈴木慎吾、ゴリケイか、ゴリケイか。さあ、しかし山田も早いタックルであります。さあ、山田は今度は、さあ、山田を見せていく。ジャベを見せてもらいます。さあ、これは平均のグランドドータのコブラツイスト。さあ、足を決めてもらいます。さあ、リバース人間デスロックとコブラツイストの符号はあるか。さあ、フォーク対戦、フォーク対戦。さあ、スイッチが終わったぞ。さあ、頑張りし、さあ、ヤマトのストッピング。さあ、しかし慎吾、まだこの男の心は目を信じないぞ。さあ、みんなを追いかけて、しかしヤマトの逆水平。さあ、昨夏に負けず劣らずの私の一戦となってまいりました。さあ、髪の毛がいた。さあ、バックを取る、バックを取る、鈴木慎吾。飲めずって、おっと、足をタッチ倒していくぞ。さあ、ボディープレス。
今度は3セットフリップ、フォルトナイス、フォルトナイス、アンカー2、アンカー2であります。チャンス、さあ新チャンスであります。新チャンス、いけるよいけるよ。めんのこのさあ、ヤマトのチョップをアウターのエロ、さあ今度はフライとしてフォアアウト、叩いて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 、アンカー2であります。さあ、シンガー、さあ、何かのピーマンしたと、何かブーパーしたというのはピーマンでありましょうか。そう、終わったわけでしたが、サムソンクラッチ、サムソンクラッチ、カウント2であります。そしてこのスリーキック、ヤマトも打ったよ、音も一回転。さあ、ヤマトが何を狙っているのでありましょうか。さあ、カナミスピアタックル。さあ、このカナミの必要にスピアタックル、そしてベイベー、そして神風、神風ホールフェイスに、はい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 、さあ、山田のフィニッシュを狙っているぞ、山田ヒロシだ。スライディング、さあ、スライディングのアックスが狙う。さあ、スライディングアックス、テレスチョップ、倒しが強い。さあ、しかし芯も返していったぞ。はい、ポイント2。さあ、山田がチャンスと見たか。じゃあバックを取る、バックを取って、さあ川流れ、川崎崎が、さあ全日本プロレス出身山田博士が伝統の技、あのジャイアントのおばさんの必殺技、川崎崎を狙っている。さあ芯もこれを逆に変わってきまして、さあここでジャメアジの変形のマフラーストレッチ、マフラーストレッチ、さあ川崎崎に絞られていくか、マフラーストレッチ。さあ、ヤマト、これは苦しい、ヤマト苦しい、さあ、ヤマト苦しいぞ。さあ、バフラストレッチ、バフラストレッチ、さあ、アイアンクローか、アイアンクロー、もう1個返してたアイアンクロー、アイアンクロー、アイアンクローで返していった。しかし、ヤマトもこれダメージを負いました、ダメージを負いました。さあ、鈴木のチャンスだ。うわぁ、うわぁ、きたねぇ、ヤマトもいるぞ。うわぁ、どぅぅぅどぅぅ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 さあ、鈴木真の力だ。さあ、さあ、リバースのオレンジバックブリーカーだ。さあ、スタナー持ってきた、スタナー持ってきた。さあ、ボールに出して、ボールに出して、バカツ。さあ、ヤマトがチャンスがあります、ヤマトがチャンスがあります。さあ、しかし、あっと、スクリーン。さあ、キモレスオブポーズから、シャトリングウィザード、先行バジルズシ、先行バジルズシ、一瞬の魔法使い、しかし返していった鈴木シーン。さあ、ヤマトがバックからカワズ落とし、ラッシュアンスイート。さあ、グランドランチか、グランドランチ。さあ、グランドランチ、グランドランチ、グランドランチ。さあ、ガッツリ決まっている、ガッツリ決まっているぞ、ガッツリ決まっているぞ。さあ、9分48秒、ヤマトヒロシ選手の勝ち。We'll be right back.
六本木にご来場の皆さん、元気ですか？元気あればコロナの夜だって明ける。みんな今さコロナで暗く沈んでんじゃねえのか、なあ。俺もさ暗く沈む時もあったよ。でもさこうやって六本木には THC があって PPP が来てそしてプロレスやってくれんだよ。おい、まあ、プロレスがあればさ元気でいるな。そうなんだよ、プロレスはさ、プロレスラーがただ強いだけじゃないんだよ、そのプロレスラーを見て応援してくれるみんなに力を与えて、そしてみんなでこの世界を盛り上げられる最高の格闘技なんだよ。だからさ、この六本木からなあみんなで一緒にプロレス盛り上げていこうじゃないか。ただここでまずねみんなにありがとうは言いたいんですけど、この場を作ってくれた TMC 六本木店さん、本当にプロレスの素晴らしい場所を作ってくれてありがとうございます。これからも我々そしてプロレスを応援するみんなでこの会場を精一杯盛り上げていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。せーの、爆乳マッスル。